責任を痛感参院でも繰り返し、壊れたテープレコダーのよう。2、同じことを繰り返す。8日の参院予算委員会の集中審議で、立憲民主党の福山哲郎幹事長が案、陪審三首相の答弁スタイルを公表。表した、福山氏が閣僚の連続辞任をめぐり書く。どう変えながら追及しても、首相は、お決まり答弁の連発で押し通す。ためだ、責任を痛感している。菅原一、修繕経済産業省と河井克行前法相の連続辞任をめぐり、首相は福山氏か、ら責任を重ねて問われ、最初の8分間で4度、定番の符、レーズを使った。責任の取り方は、行政を前に進めていくことで果たす。の繰り返し、2日前の衆院予算委で連発した答弁と同じ内容だ。福山氏はこれまでの説明ではない総理の答弁をと、前置きして質問に入ったが、首相は答弁ペーパーを棒読みするば、仮、福山氏が行政が遅滞なく信、無用にするのは当たり前。なぜ、連続辞任の、事態になって、るのかと問うても、同様だった。委員会室は野党議員の説明になっ、定内よ、とのやじが飛び交ったが、首相は、自らの答弁のペースを貫いた。